いやー、超いい。はい、というわけでどうもレイギャロンでございます。ラブライブスーパースター、2話ね、今回は感想だけにはなるんですが、ちょっと語っていきたいなと思います。最初にですね、今回の動画では、ラブライブスーパースター2話の、ストーリーについてがっつり話していきますので、ネタバレ要素を含みます。まだ、2話見てないよという方は、YouTube で、公式ラブライブ公式さんから、スーパースターの2話フルで動画が上がっておりますので、まずはそちらの方をご視聴してからこちらの動画楽しんでいただけると幸いでございます。リンク貼っておきます。で、まあ、お話的にはね、こう、スクールアイドル部をね、こう、設立しようと頑張るんですけどもね、まあまあ、ラブライブあるあるですよ。いやいや、もうそんな簡単にスクールアイドル部なんて認められないわ、でございます。はい。ね、ちょっと、葉月恋ちゃんがね、こう、猛反対するわけですよ。で、なんかこう、いや、もうスクールアイドル部作りたいんやったら、もう他の学校でも行って作ったらええがな、みたいな感じのことまで言っちゃうんですよ。それに対して、クー君ちゃんがね、もうね、いや、もう、わかった、ほなら、もう、で、学校辞めたるわ、みたいな。退学届ボーン持ってくるっていうね、めちゃくちゃおもろいでしょ。もうなんかその、クークーちゃんなんやろね、なんかもう素直すぎておもろいよな。なんかもう、いやもう、じゃあもう、わかった、やめろわ、みたいな。いやなんかね、すごいその、なんかこう、直なんよね。そうそうそう、その感じがすごくよくって、なんかちょっとね、笑える、なんだろう、タイミングっていうのが今回多かったなって思うんですよ、この2話はね。はい。で、もうちょっとカノンちゃんも、いや、さすがにそれはちょっと無理っていうことで。で、まあなんかちょっとこう、頑張って署名活動とか、いろいろするわけなんですけどもね。まあ、その道中ですかね。まあ、その、だから、葉月恋ちゃんのこう弱点を、なんかないかということでね、こう、ちょっと、ちーちゃんに対して、こう、ちょっと裏を取ってもらうわけですよ。うん、なんかちょっと、なんか調べといてくれよと。そうそうそう、もうちーちゃんなんか諜報員みたいになってんねんけど。はい。で、まあ、いろいろちょっと聞いたりして、まあ、そのちーちゃんがね、から、なんかこう、その、やっぱりちょっと弱点はないよっていう。ないよって。いや、さ、ちょっと、言わせてもらっていい？もう、チサトラップ。チサラップか。チサラップやばない。いや、めちゃくちゃ可愛くない？いや、もうなんかもう、めっちゃヨーヨー言うねん。なんかすごい道中。もうあそこ、もうめちゃくちゃ可愛くてさ、もう俺、もう、いや、もうマジで、いや、これはもうやばいぞと。はい。これ感じ、もう推しの感情なんですけども、ちーちゃん、マジで可愛い。ちょっとこれはもうごめんなさい、もう荒盛り入りました。荒盛り！いやもうこれはもうちょっともう、だからもう今後こうね、もうちーちゃんのこう荒盛りポイントっていうのをね、まだずっとところどころでちょっとね、ご紹介できたらなとも思ってるんですけどもね。というわけで話を戻しまして、まあ弱点がないと。で、まあ署名活動を頑張って続けるんですけども、ちょっとこう、理事長にも、理事長って学園長かな？にもちょっとこう、なんだろう。お耳にこう入って、ちょっと君ら何しとんのやと。はい。で、いや、でもスクールアイドル部が作りたくて、まあ、カクカクシカジカで、みたいな話をしてたら、まあ、確かにな、レンちゃん止めんのは、まあ、確かに、まあまあ、気持ちはわかるけど、やっぱりこう、自由を奪うのは良くないよっていうことで、課題出されるんですよね。スクールアイドル部はまあ、作ってくれてもええねんけども、校内近くの、なんかフェスで、なんか1位取ってこいと言われるんですよ。で、まあ、いきなり1位ってハードル高いよねって話なんですが。で、あと今回この2話で結構ちょっといろいろ新たに出てきた、そのスクールアイドルの価値観っていうのが、まあ、ここら辺でちょっとはっきりしてきたらかなって感じなんですけど、やっぱりちょっとね、やる子らがやっぱ増えてるイメージ。で、スクールアイドル自体のやっぱレベルが上がってると思うんですよ。このスーパースターのこの世界線的に。うん。1話の時にすごく僕それ感じたんですけど、やっぱり2話でまあ、改めてですけどね、やっぱそうかと。やっぱりもう各校がスクールアイドルをこう、結構やってて、やっぱりもうレベルとかパフォーマンス値が上がってきてるっていう感じをね、やっぱりレンちゃんが説明しとったし、で、クークーちゃんはね、なんかこう、スクールアイドルやっぱりまあ人気っていうのも知りつつ、でも、なんか割とその友達にバカにされたりとか、ちょっと、スクールアイドル？みたいなちょっと笑われたりしたっていう経験もあるところから、なんかこう、この世界観においてのスクールアイドルってちょっと複雑、難しいし、なんかやっぱりその、まあ、結構コアなとこにしか受けないみたいな感じの、なんかね、ニュアンスになってるのかなという。うん、やはりまあちょっとこう、ミューズちゃん、アクアちゃんと来て、だからサンシャインのまあ後継。だから時系列的にはまだちょっとはっきりはしないかなって感じなんですが、まあ、なかなかでも、スクールアイドルの価値観っていうのはまあ上がりつつあるのかなっていう。はい、ところでですね。で、まあ、頑張るわけなんですけどもね、カノンちゃんと、クークーちゃんと。
で、まあ、ちいちゃんにもね、スクールアイドル誘うねんけども、まあ、ちょっと音楽やから、ちょっとまあ、無理はさせたくないよっていうカノンちゃんの要望。ただ、ちいちゃん的にはあれ絶対やりたいと思うの。やっぱり、まあ、いや、カノンちゃんやりたいってるしな、手伝いたいなって。だからこそ、ダンス練習とか、ダンスの練習とかも、カノンちゃんからこう、提案された時に、いや、もう全然喜んでやるよって言ってくれる、もうちいちゃんはマジで天使でございますけども。はい、いや、でも、やっぱり、やっぱ前向きなと思うねん。うん。だからまあ全然多分まあまあこの後まあね、加入してくる流れにはなると思うんですけどもね。まあどういう感じで入ってくるかっていうのもまあ気になるところですし。はい。で、まあちいちゃんがまずダンスをできると。まあこれはもう持ってるスキルですよね。もうダンスがもう小学校の頃から得意だったっていうちいちゃんのまあ持ってるスキル。そして、かのんちゃんも見ての通りも1話からそうですけど、楽器完璧にできる。だからもうこれ作曲ができるんですよ。で、今回タンクークーちゃんが歌詞をちゃんと書いてるっていう、まあところどころ中国語やけども歌詞をちゃんともうすでに書き溜めてあんねんっていう、この子作詞ができると、クークーちゃんがね、もうこの3組完璧で揃ってるんですよ。曲作れる、歌詞触れる、でダンスできるっていう、もうだからもうこの3人の時点でもうね、かなりね、もう完成形なのよね。はい。だから今回は、その、まあ、巡り合わせというか、個々のスキルというか、もうかなりスクールアイドルを始めるにしては、だいぶ強い3人が集まってるなっていう感じでございます。ちーちゃん、早く入ろうぜ。はい。ということで、まあ、ね、クークーちゃんがね、ちゃんと歌詞書いてるよっていうところからね。で、今回は、その、クークーちゃんがついた、歌詞に、まあ、カノンちゃんが、曲を当てていってっていう感じで、まあ、2話が終わるんですけどもね。その中にも登場した、こう、諦めない気持ちっていうワードが、強く出てきたと思います。で、この諦めないっていうワードね、ラブライブシリーズではもう数多く出てきてる、すごく大事な単語だと思います。アクアちゃんなら、ウォーターブルーニューワールド、諦めないっていうね、強いワードが入ってる、楽曲だったりしますし、最近で言うところで、言うとね、こうミューズちゃん、うん、諦めないっていう単語がなんとね、アソングフォーユーユーユーにね、がっつり入ってるというね、諦めない限り奇跡は起こるというね、強い歌詞が入ってるんですけども、そんなところからでもね、ちょっとこうなんかシリーズ通してバックアップというか、なんかそういうちょっとこう力をこう継承するみたいなのもところどころに含まれてんのかなみたいな、まあ僕なりのこう見解というか考察がまああったりするんですけども、なんかすごくね、流れ的には今順調に進んでいってますが、次が3話です。どうなるでしょうかということでね、もうラブライブシリーズ1期3話もう何か絶対起こるんですよ、これはもうね。ラブライブ無印ではね、スタートダッシュ初披露でっていうか、まあ初披露ですよね、3話は、うん、サンシャインもそうでした。で、まあ、初披露会は何かがあります。はい、まあ今回はちょっとね、監督さんもまあ、脚音とかまあいろいろ、ちょっとやっぱり前作の、やっぱちょっとこう恩恵を受けてる感じがありますので、まあ、3話。まあ、なんかあるでしょうね。はい、もうなんかもう、やっぱりもう伝説の3話になりうると思いますのでね。やっぱりこう、今後のなんていうか展開にもすごく目が離せないという、ラブライブスーパースターでございます。というわけで、今回はラブライブスーパースター2話の感想でございました。また3話もね、ちょっと時間的には空いてしまうんですがね、8月の8日だったかな、次は。はい、なんかちょっとまあ残念なんですが、また、3話が上がり次第ね、また感想動画みたいなのも上げていけたらなと思ってますので、また、ちょっと詳しく話していきたいと思いますので、またその説は、動画のご視聴の方よろしくお願い申し上げます。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。アレイケルンでした。ではでは。